ブログ運営について、ブログテンプレートについて教えてください。あとサーバーを借りるにはってことですね。あとドメインを取得する。まあ、初心者のブログ運営、ご存知の通りですね、ドメインを取って、レンタルサーバーを借りて、そこにワードプレスを入れて運営するっていうのが、まあ、独自ドメイン、いわゆるブログの運営には必須です。で、もう今ですね、初心者もですね、もうアメブロとかブログのサービスを使わないってことですね。もう独自ドメイン、オウンドメディアを作るっていうのは当たり前のことです。で、あとはですね、まあ、テンプレートもですね、こだわりすぎないってことですね。まあ、ね、有料のテンプレートを使う必要ないかなと思います。もちろんその、方向性にはよるんですけれども、基本的には SEO がですね、SEO、要は Google にあのインデ、1ページ目に表示されやすいかどうかは、テンプレートであんまりか、あの、関わってこないというところですね。コクーンとか例えば無料のテンプレートで優秀なものもあります。でサーバーもですね、まあ、ロリポップとかでも十分かなと思います。X サーバーはまあ一番国内で安定してるんですけども、ロリポップでもいいかなと思います。サイト運営ですね、初心者。